ルルシーリーは20世紀後期のイギリスを拠点に活動したオーストリアのウィーン出身の陶芸家。本名はルチエ・ゴンペルズ。大英帝国に当君尺し、1902年、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれる。当時ウィーンは文化の乱熟期を迎えていた。画家グスタフ・クリム・トラが結成したウィーン分離派や、 建築家、ヨーゼフ・ホフマンらが設立したウィーン工房など、建築から衣服までを総合的に調和させた美的空間を目指す新たな動向が注目されていた。1922年、リーはウィーン工房のデザイナーが多数教師を務めるウィーン工業美術学校に入学。当初は絵画や彫刻、美術史を学ぶ予定だったが、ある日偶然、ろくろから 器が形成される光景を目にし、その面白さに魅了されて陶芸家になることを決意。ミヒャエル・トボルニーのもとで有薬の研究に励んだ。その作品は、早速ヨーゼフ・ホフマンの目に留まり、1925年のパリ万国博覧会に友人との共同作品が出品されるなど、在学時代から頭角を表した。1926年、同校卒業。 その後もブリュッセル万国博覧会とミラノトリエンナーレで金メダルパリ万国博覧会で銀メダルを受賞するなど高い評価を得て作家としての地位を確立していく。しかし1938年3月ナチス率いるドイツ軍がオーストリアを併合。リーは迫害を恐れロンドンに亡命する。ロンドンでは ハイドパークの北に小さな家を見つけ、そこを工房圏住居とした。以後およそ50年にわたって、活動の場となった、アルビオンミューズの工房である。すでにウィーンで10年以上の実績があるにもかかわらず、リーの陶芸はイギリスではほとんど認知されていなかった。この時、イギリスでは、個人の表現としての陶磁器制作、いわゆるスタジオポタリーが、盛んになりつつあった。 バーナード・リーチや、ウィリアム・ステート・イコール・マリーといった作家たちは、東洋当時を藩として、安定感のある重厚な陶器を手がけており、薄く装飾的なリーの作品は評価されなかった。第二次世界大戦が始まり、戦争が深刻化するにつれ、作陶はより困難になる。リーは、ファッション業界から依頼を受けて、洋服用の統制ボタンを作って、生計を立てた。 ボタンは、ロクロビキか石膏型によって形作られ、カラフルな色や金で彩色された。この時、アシスタントとして、ハンス・コパーを雇い入れる。コパーは、ドイツ出身で、父親がユダヤ人だったため、リーと同様に、ナチスの迫害を逃れて、イギリスへと亡命してきていた。コパーはもともと彫刻家を目指していたが、 陶芸の技術もすぐに習得し、リーの作刀を支える重要なアシスタントとなった。やがて戦争が終結すると、リーは徐々にボタン作りの規模を縮小し、陶器製作にかける時間を増やしていった。リーとコパー浜もなく、共同でテーブルウェアを製作するようになり、そうした器の底裏には二人の印名がそれぞれ刻まれた。1950年、リーとコパーは、 ロンドンのバークレイ・ギャラリーで共同展を開催。その後は国際的な展覧会に出品する機会が増えていく。1951年の英国祭におけるイギリスパビリオンへの出品をはじめ、リュウ・ムネヨシと浜田昭治が参加したことで知られる1952年のダーティントン国際工芸家会議、1953年のアムステルダムでのイギリス陶芸展。 1954年の第10回ミラノトリエンナーレなど、二人はイギリスを代表する作家として取り上げられていく。1967年にアーツカウンシルにより開催された回顧展によってリーの作品に対する高い評価は国内のみならず、海外にも及ぶようになる。ビクトリアアルバート博物館の学芸員でイギリスのスタジオポタリーの擁護者であった。 ジョージ・ウィン・リグビーは、同点のカタログに寄せた文章で、リーを、都市に生きる、陶芸家と称し、当時イギリスにおいて支配的だったバーナード・リーチ風の、スタイルに対する違いを明確にした。それは、リーの表現が確立したことを示すものだった。日本でも1964年、現代国際陶芸店を、はじめ、1970年、現代の陶芸ヨーロッパと、日本、 1972年、ヨーロッパ現代の陶芸で、リーの作品が紹介されている。1984年にリーと出会い交流を深めた、三宅一世は、彼女のボタンを使った服を1989から90年秋冬、コレクションで発表し、同年、現代イギリス陶芸家ルーシー・リー展を企画、監修し96点の作品を紹介。特に、 創月ギャラリーでの展示は建築家の安藤忠夫が空間デザインを手掛けリーの日本での人気に火をつけた。1990年リーは脳卒中で倒れて記憶のほとんどを失い作刀生活の終わりを余儀なくされる。1991年大英勲章第2位をアルビオンミューズの自宅で授与される。1995年 93歳で死去した。イギリスを代表する陶芸家であったバーナード・リーチと信仰を持ったが、電気式陶芸用から生み出されるその軽く薄い作風に対しては、強い人、土釜から生まれる日本風の重厚なものに強く、傾倒していたリーチから手厳しい批評を得ることとなり、以後、芸術面に経済面も加えて、大いに苦悩する。当時を改装するに、 キャベツの日々だった、すなわち、キャベツばかりを食べる、お金のない日々であったという。しかし、独自の方向性を、大きくは、変えることなく、模索を続け、やがて、造眼や書き落としによる鮮病や釉薬、緻密な成分計量に基づく、理論的工法などによる、独特の繊細かつ優美な作風を確立した。リーチも後に、これを認め、推奨するまでになっている。 英国は、ロンドンの一角、アルビオンミューズにある旧宅に掲げられている、ルーシーリーの、ブループラークハット ABCDEFGHI、初期ウィーン時代1921から38年、ルーシーリー展、没後20年2015年、28ページ。ABC、関連年表、ルーシーリー展、没後20年2015年28、282から295ページ。 ABC、形成キーロンドン時代、ルーシー・リーテ2010年、49ページ。ABCDEFGHI、形成キーロンドン時代1938から70年、ルーシー・リーテ没後20年2015年、46ページ。金子賢治、バーナード・リーチとルーシー・リー、ルーシー・リーテ2010年、50ページ。 陶芸に革新を起こしたハンス・コパーの解雇展、生涯のとも、ルーシー・リー作品も、シン・ラ・ネット、2021年1月21日閲覧。ABC 伊藤あゆ、ルーシー・リーとハンス・コパー、ルーシー・リー展、没後20年2015年、157ページ。ABC、三年熟記、ルーシー・リー展2010年18、181ページ。ABC、不動美里、 ルーシーリーを迎える日本工芸的造形思考、ルーシーリー展、没後20年2015年、258ページ。ありがとうございます。